間違って一人の人に振り込まれた4000万円にはもうテレビ、新聞、大騒ぎじゃないですか。みんな夢中でしょ？いや、あいつカジノやっとったらしいなみたいな話で。でもこの11兆円に関してはポケーってみんな、そんなことは知らないみたいな空気ですもんね。あまりにも額でかすぎて何のことやらわからないんですよ。11兆円あったら何ができるかって考えたら、ちょっと足りないですけれども、13兆円あれば、もう一度皆さんに10万円ずつの寄付できるぐらいの勢いです。すごい額でしょ？とんでもない額なんですよ。予備12兆円、使途9割終えず、政府が新型コロナウイルス対応へ用意したコロナ予備費と呼ばれる予算の使い方の不透明感が拭えない。国会に使い道を報告した12兆円、最終的な用途を正確に特定できたのは 6.5% の8000億円強にとどまったってことなんですね。9割以上は具体的にどう使われたか追い切れない。国会審議を経ず拒否をずさんに扱う実態が見えてきた。11兆円は名目だけ決めて、あとは分かりませんって形にされてるから、これはまずいと。それを見えるようにしていくべきだ、透明性を高めろってことは言っていくべきだと思うんです。